大見忠宏は、日本の工学者。専門は、電子工学、東北大学名誉教授。半導体デバイス、半導体プロセスと、電子工業用途のクリーンルームの研究に従事した。山岳館連携功労者表彰、第1回内閣総理大臣賞受賞、四十法省受賞、東京都生まれ、1957年東京都立、城北高等学校卒業、 1961年東京工業、大学理工学部電気工学課程卒業。1963年東京工業、大学大学院理工学研究科電子、工学専攻修士課程修了、工学修士。1966年東京工業、大学大学院理工学研究科電子、工学専攻博士課程修了、工学博士。 1966年、東京工業大工学部電子工学科助手。1972年、東北大学電気通信研究所助手。1976年同助教授。1985年、東北大学工学部電子、工学科教授。1987年、東北大学大学院、工学研究科電子工学専攻教授。1998年、 東北大学未来科学技術共同研究センター、教授。専門は、半導体電子工学で、ウルトラクリーンテクノロジーを創設し、インテルへの技術指導も行った。東京工業大学准教授、大見俊一郎は長男。東京工業大学では、西巻正夫に支持し、大学院博士課程までは高密度プラズマから放出される電磁波の研究に従事していた。 博士課程を終了した大見は、同大の助手に任用され、研究対象をガンダイオードの動作メカニズムの解明と、新しい応用の可能性に変更する。大見は、ガンダイオードの限界周波数について、動作原理と実験事実を合わせて検討した。その結果限界周波数は、従来の予想より、はるかに、大きいこと、動作メカニズムとして、 電子の集団運動の新しい現象による可能性があることの発表を行った。これらの結果は1970年の半導体物理国際会議の論文として採択された。東京工業大学では半導体に関する研究者が不在で指示する教授に恵まれず、また実験装置も十分ではなかった。1972年。 大見は研究活動で地遇を得ていた東北大学の西沢純一の研究室に移動する。西沢は学外の財団法人班、動体研究振興会半導体研究所でも研究開発を進めており、当時の大学の研究設備としては珍しく、半導体材料からデバイスまで一貫して試作が可能な体制を要していた。大見は西澤の研究室でギャズの材料研究や、 静電誘導トランジスタの電力を用、シリコン集積回路や半導体製造技術の研究に取り組む。大海は40歳を過ぎた頃自らの研究人生を帰り見て、論文になったものは数多くあるものの実用になったものが何もないという問題意識を持つようになった。このことに反省して、以後社会での実用に役立つ研究を試行するようになる。そこで着目したのが、 半導体製品の量産に関する再現性とぶどまりの問題であった。大学の研究とは半導体デバイスの少数の試作や評価であり、その製造設備は研究室の独自のものであった。しかし産業で利用される量産体制で機能する製造技術とは特定の装置によらない普遍的な条件での再現性やぶどまりの問題を解決する必要があった。 半導体デバイスの工程数は数百を超え、その中の一つでも性能が悪ければ製造は失敗する。オ見ミは製造工程に悪影響を与える部分の性能を底上げする生産技術的な方法論により半導体製造工程の検討を進めるようになった。その過程で取り組んだのが製造装置外のクリーンルームに関する要素技術の研究である。 半導体製品の製造品質を決定する要因は加工工程の製造装置だけに限られるものではなく工程で用いられる高純度ガス供給系、高純度薬品供給系、超純水供給系にも影響を受ける。さらに製造が行われる室内の壁材から放出される化学物質の影響の排除や室内の空気中の浮遊粒子を制限する 空調技術にも取り組む必要があった。大見はこれらの個別の課題について産業界の製造メーカーとも共同して課題を克服する技術開発を行った。ありがとうございます。